今日発売された優秀の名馬ランキング見たけど、どんな実績すごいのにランク低すぎて辛い。別にここでランキング低くてもファンはたくさんいるし悲しむ必要はない。自分で愛せばいいのさ。低すぎってどんなもんだったの？牝馬に限った話だけど近い世代が有利って聞くからアーモンドアイより低いのはしゃあないとして、まさかソダシより低いとは思わんかった。検証馬だし主要4乗プラス名段の G1 勝ってるからさすがに20位以上かなとは思ってただけに。さすがに白毛パワーはしゃあない。白毛初の G1 馬だし白毛抜きでも十分いい成績残してるからな。ソダシよりというけど白毛のクラシックホースっていう唯一無二性は何にも変え難いものがあるし、白毛の競走馬はこれからも出てくるだろうけどクラシックホースというと未来永劫出てくるか、わからないレベルだし。まあこんなもんじゃないかなって気はする。あれ正直世代的に数年前の馬ってマジで不利だからしょうがない。直近の馬は入れられやすいっちゃ安いけど、その他は年齢層が3、40代以上の投票数が多いせいで昔の馬有利になりやすいし。ジェンテルな、娘が G1 勝って母としても活躍して馬娘でも人気出たのになんかこう、何かが足りないんだろうな俺は好きだけど。アモアイが出てきたのが分が悪かったよなって。どうしても今までの日本競馬史で好きな馬だから最近の馬とか強烈なエピソードないと票が分散する。ここ数年の印象深い馬とオールドファンが覚えてる投票期間の中でも古めの馬が強いからなあの手の投票。中間は辛い。ジェンテルを好きな人の半分くらいはディープがもっと好きという問題がある。親父を好きな人に親父以上にアピールできる要素は？と考えると難しいな確かに。親父を嫌いな人はそもそもジェンテルにも入れないだろうし。ディープ引退からジェンテル活躍の間に見始めた人なら別だろうけど、その頃の競馬人気的に新規あんまり多くなさそう。まず100戦に入っただけでもすごいことなんや。もっと高い順位が良かったというのはわかるけど無も。三冠馬って最初にリアタイしたか一番最後に見た馬の二択になりがちな気がする。何度かやってるから変遷を楽しむのも一興むしろ健全じゃないか。入れ替わっていくのは。ぶっちゃけこんなもんちゃう？前回のブエナビスタと似た落ち方に感じる。実績が一番の売りタイプはこういう推移になりやすいんじゃないか。なんとなく同じような時代ならゴルシとかオルフェ優先してどんなはちょっと下がるかもしれない。他に投票したい馬もいるし。それこそ阪神大賞典とか宝塚記念みたいなやらかし含めて面白いエピソード持ってるアイドルホースだしな。そういう馬の方が固定ファンが多い。これはインパクトの問題だね。アーモンドアイの G1 急勝とかウォッカのダービーとか一回聞いただけですげーって思われるけど、主要4乗制覇って戦績調べてようやく、あ、そういえば、って感じだから。お牝馬何位だったの？どんなの上って出すか、アーモンド、ソダシ、ウォッカか？全体28位で牝馬では5位だその下の30位にエアグルがいる。実績って評価の一つに過ぎないし、思ってたより順位が低かったとしたらそれ以外の要素が他の馬に比べて、弱いんちゃう、知らんけど。強い牝馬は女性人気が高いというけど優秀ランキング見た人によると捨て子系は女性人気高いらしいし、その捨て子系の代表馬2頭と同時代かつどちらにもタックル決めたのが後引いてると思う。ソダシパンサオ柔道デュースあたり新規なのに順位高いのはやっぱ人気あるんだな。実績あるのももちろんだけど。ランキング見てないけどカナロアモーリスとかクソ低そう。モーリスはそもそも入ってなくてもおかしくない。カナロア35位モーリス96位だった。いくらなんでもモーリス低すぎやろ、と思ったけど、こういう系の走りである20世紀の名馬でも日本ピロウイナーが95位だったし、やっぱ王道路線でないのは順位に伸びづらいんかな。大気やグランは全然上だからモーリスが地味なだけ。実績の割に印象はなんか地味なんよなどんなって。20世紀の名馬でサニーブライアン26位って随分高いなと思ったが、あれも直近補正だったんだろうな。強い戦績だけだとやっぱり語られる印象が少なくなるというか。5位アーモンド IQ ウォッカ、15位ソダシ26位ダイワスカーレット、28位ジェンテルドンナ30位エアグルーブ、32位ブエナビスタマイドダイワスカーレットの高さがよくわからん。言い方あれだが鈴鹿とほぼ同枠だと思う連帯率からのロマン枠。ダスカはウォッカのライバルだから印象に残りやすいんじゃない？大健闘じゃないかジェンテルいや一番好きという人には物足りないとは思うが。前回12位から9転落だからショックなファンの人もまあいるだろうなとは。後ろの方に投票人数と1位指名した人の人数が載ってるんだけど、ダスカは前後と比べても、1位指名した人の数が少なめだからおそらくウォッカ1位ダスカ2位みたいな感じで抱き合わせ投票した人が、多いんだと思う。牝馬の中で5番目って別にそんな悪くないと思うが、ブエナがどんなにかき消されたように、
今度はどんなが愛ちゃんにかき消された面は間違いなくあるからね。そうなると元祖 G17 賞牝馬でダービー馬でもあるウォッカ、それと互角のライバルで完全連帯、37年ぶりの有馬制覇なだすか、世界初の白毛の G1 馬な育ちに負けるのは不思議ではない。優秀読んだらわかるけど、ジェンテルを1位にして投票してる人クソ少ないんだよな。強いよ、それは間違いない。でも本当に申し訳ないけど強い、だけ、って感じ。ちゃんと調べや厩舎とか引退後の牧場でのエピソード、見つかると思うけど、そこまでやってるのって一部のマニアだけだろうし。未来に語り継ぎたい名馬、だからな。実績はちゃんとあってエピソードがない馬をわざわざ語り継ぎたいか？という、実績ある時点で少なくとも存在を忘れられることはないんだし。さすがにジェンテルは大丈夫だろうけどもうリスくらいだと忘れられそうじゃない？日報帝王とか正直現代の一般の競馬ファンに記憶されてるとは言えないでしょ。3区に期待、というかキクシーナイトも守護馬入りした7が繋がれば忘れられないと思う。世間的にはグラスの子孫扱いになっちゃいそう。どっちかっていうとスクヒの印象のが強いは多分競馬見てた年代によるけど、実績で言えばいろんな数字で上回ってきたアモアイが下から突き上げてきてるし母馬たちとしのぎを削って、G1 の舞台で活躍した面で言えば先駆者でありダービーでそれをやってのけたウォッカが上の世代に、いるしで、めちゃくちゃ中途半端な立ち位置なんだよな。グランプリの日なのに横断幕1枚も出てないなんてこともあったくらいには人気なかったわけだし、当時から今までの扱い考えると高すぎず低すぎず妥当も妥当な順位。ウォッカもウォッカで9位だからじわじわ順位下がってきた感はあるというか、サイレンス鈴鹿、成田ブライアンより上か、下かで今後の安心感段違いに変わるなってふと思った。これ個人で指名した順位ごとにポイントつくから極端な話5人20位に指名されるより、1人に1位に指名される方がいいんだよね。どんな動揺、父に続く無敗の三冠馬。って親父ありきのキャッチコピーつけられてる。コントレイルも直近の三冠馬の割には順位低いし真面目にここに投票する層はこの子らより親父を最優先で投票するから親父に票吸われてるってオチでは。どんなもコントも一番のアイデンティティがディープの子供の三冠馬ってところなんだろうなって。タイトルホルダーが思ったより人気だった。創生した父に捧げる菊の冠、日高の星、姉がアイドルホースとしてすでに地位を築いてるとか、人気になる要素はたくさんあるよ。年代別の順位だと30から50代っていう中間層は育ち、コントレイルになってたのが印象深かった。比較的新しい世代の馬で無敗三冠馬ってアピールポイント持ってるコントレイルですらインパクト。不足なんだからどんなもインパクト不足で不利なのは納得がいく。無敗三冠馬はもうすでにいたから、旧冠と世界最強に挟まれてしまってどうしても影が薄まっちゃうんだよな。オルフェは不利な状況とはいえ普通に上位を維持はしてるあたり。世間は無敗三冠って称号にそこまで重きを置いてないんだろうなって。そういやオルフェは年代別ランキングだと70オーバー以外全てのランキングで3位だったからなんとなく、世間からの立ち位置が決まってるのを感じ取ったな。1位固定枠ディープ、直近の最強馬2位、3位にやっぱり上位安定のオルフェはもはや再来すら、来なさそうなオグリって感じかね。オルフェとオグリとの投票でも殴り合ってんな。ファンとしてはあのオグリキャップと殴り合える位置にいられるのは光栄だなって思う。すごい馬だと思ってるけどオグリの立ち位置って唯一性あるじゃん。語り継ぎたいランキングなんで実力はまた違うよそや。どんなイコールタックルみたいなあまり好ましくはないイメージもついちゃってるしな。これは 100% 安定が悪いんだけど。新馬からずっと追っかけてた知り合いのどんなファンは順位に納得してたし後追いのファンと昔からのファンで、投票への考え方が乖離してそうだと思った。今後白毛のクラシックホースがドカドカ出てきたら育ちの印象も薄くなるだろうけど、世界で最初の一頭ってブランドはなくならないしな。育ちは戦績や希少性だけじゃなくて育ち本馬の性格でキャラ立ちできてるししばらくは安泰だと思うよ。新規競馬ファンの第一声は、馬の判別がつかないなんだわ。育ちなんて出てるレース 100% どこにいるかわかるのもかなりファン獲得に大きい要素。オグリキャップの強みもこれだったしね。その祖父であるグレイウォースと、ネイティブダンサーもそうで。リアルタイムで見てた層の大半は納得してそうな感じあるけどな。俺もこんなもんかもうちょい高くてもいいかなくらいに思ってるし。アモアイファンの方が思ったよりも低いって思ってそうではある。ちょっと前にあった別の似たようなランキングでは2位だったし。確かに5位はちょっとびっくりしたというか、
しばらくはディープ、アモアイのに大看板で1位2位を独占し続けるものかと思ってたから。よく言われてるけど G1 急勝とか以外に語りたい要素に欠けるってのがここで響いたのかなって。イクイこそレーティング以外に語りたい要素なさそうだけどな。順位を維持したかったら守護場で成功するしかなさそう。多分戦績を最優先する支持層がイクイに座れた。ただこの層はその時の最強馬に飛びつくから次はイクイがその時代の最強馬に票を奪われる番だろうな。根強さは理解できても上位のどこら辺に入ってくるか全く読めなかった。小栗は考慮外としてアモアイより上の馬のメンツ見るにアモアイの位置も妥当オブ妥当だからそれはないだろ。そもそもこういう投票系でジェンティルドンナの順位が高かった記憶がないわ。そういう馬なんじゃないの。こういうランキングって単に強いだけじゃダメなんだろうな。強いエピソードがないと。2015のランキングだとシゲルスダチが入ってたりするし、まあエピソード重視よな。アモアイが思ったよりも伸びなかった要因だよな。これが実施されたのが3年前だったら当たり前のように2位にいたと思う。レース中に怪我して予後不良になればそんな強くなくても上位常連になれるからな。直近なら強さだけでもそれなりに票入るけど長く語られるエピソードがないと直近の馬に押し出されるって前回と今回でどんなが10位以上落としてるのが象徴してる。オルフェって年に数回思い出される馬だからな。阪神大賞典、凱旋門、有馬記念、インパクトのあるレースが多すぎる。候補がめちゃくちゃ多いメモリアルヒーローズ有馬記念枠で堂々の1位取ったりしてるからな。ちょいちょい話題性のある3区が出てきて思い出しやすいよね。